午後のリサイタル。今日はこの6月に47回目の定期演奏会を迎えた磯弦楽四重奏団の演奏で、ノクターンの愛称で親しまれているボロディン作曲弦楽四重奏曲第2番二長調をお送りします。磯弦楽四重奏団は現在東京フィルハーモニー交響楽団のコンサートマスター磯恒雄さんとビオラの磯義雄さんの兄弟を中心に昭和41年4月に結成されました。その後メンバーの入れ替わりはありましたが、17年間着実に活動を続けられ、経験豊かな弦楽四重奏団として評価を得てきました。このグループの主催者である第一バイオリンの磯恒雄さんとビオラの磯義雄さんのほかに、現在のメンバーは第二バイオリンが新ビバルディ合奏団の山中光、そしてチェロが東京フィルハーモニー交響楽団の副首席奏者黒川正蔵の皆さんです。それでは磯弦楽四重奏団の演奏でボロディン作曲弦楽四重奏曲第2番二長調です。
Thank you.
ボロディン作曲弦楽四重奏曲第2番二長調でした。演奏は今年の6月に47回目の定期演奏会を迎えた磯弦楽四重奏団、第一バイオリン磯恒夫、第二バイオリン山中光、ビオラ磯芳夫、チェロ黒川正蔵の皆さんでした。午後のリサイタルを終わります。